ちょっと皆さんが気になっているの、ついにマネマネと出てますけど、ついに模写工が、なんで語尾がいらっしゃいまね。これ衣装を変える、まあ、下になんかもう武器の見た目を変えるってちょっとややネタバレ的なやつがありますが、はいはい、これ衣装を変えるの中でちょっと実際にこの主人公のどれに変えるまね。おお、ね、おー、これはこれはまさにドラゴンクエスト1パッケージにいたやつだ。そうかそうか、女の子が気になるんですよ。女の子って、まあ、元々いないですよ、まあ、これ用にまた。なるほど、わー、本当だ、女の子、うわ、スカート、いいですね。いや、若干のなんか爽やかなエロスがありますね。ね、ミニソックスでね、うん、いいですね、いいところ出てますね、袖とかね、いいところ出てますね。うわこれ、あ、でもかっこいい、女優者もいいな、ま、以上になります。すげえ、なるほどなるほど。で、ちょっとパワポの方で詳細の CG があると思うので、え、マネマネ、うん、マネマネって言いましたね、今ね、マネマネ、マネマネが喋る、こちらです、ね、あー、かっこいい、あ、いいですね。ドラゴンクエスト1の勇者コスチュームがこちらですね。こちらが、初回購入特典で、手に入ります。やっぱマントですよね、うん、かっこいい、うん、でこいつ